こんにちは、札幌の内美容室葉山ガシの後藤です。今矯正の方を、中間推薦して、中間洗ってですね、で今これからドライしてアイロン入っていくんですけれども、BBK のオイルとオイルを、こちらグローローションっていう形で割っていきます。あと処理、中間処理はそんなにやってはいないんですけど、うちのヘナ矯正でちょっとやらせていただいております。で薬はちょっと心配だったんで、結構髪の毛が太めだったので、今回はシステアミンをちょっとメインで使ってます。あとスピア GMT ですね、そちらを使ってます。でこれからプレアイロン、まず1回目、あのブローアイロン入れて、でプレアイロンの後に水分飛ばして2回目のアイロン入れていきたいと思うんで、やっていきます。はい、チューブTV。はい、で毛先が結構メンズの矯正の場合、今こう長さがこれぐらいしかないんで、だいたい毛先やりすぎちゃうと失敗すると思うんですよ。で毛先のブロックをして一材を塗りました。で毛先のブロックの仕方とかはまた違う動画で説明したいと思います。
結構サラサラな、ちょっと触ってみてください。トリートメントもしたので、かなり質感がいいと思います。すごい、なんかこっちの方がいいのかな、ここちょうど浮くから。なんかいつも自然とこっちに流れて、そうしますか、こっちにしましょうか。なんかここ逆にするとこう浮いちゃってるから読めなそうなんで、はい、なんかちょっと斜めにさっきのスタイルになってたんで、はい、でこれ若干2ブロックなんですね。はい、はい、なんかあ、そうですね、後ろのセットとかって自分で、あ、全然できます。結構カットでタバコ出したので簡単になる、はい、できると思います。なんか特に何もあのペチャペチャってやれば大丈夫です。はい、はい、2日の中央であれば、あ、なんかだいぶ変わりましたね。はい、よかった。通人になったのか、こういう感じになるんですね。ちょっと今後ろ目線の、後ろはこれ今ノーブロー、はい、ノーアイロンの状態、何もやってない状態、乾かしただけですけど、はい、後ろはこれぐらいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、はい、っていうのがちょっとあの馴染んでくるんで、はい、はい、で大丈夫です。写真になりましたね。写真を撮りたい。ここまでアイロン毎日かけるのめんどくさいですけど。はい、あのシャンプーみたくすればいいです。手に取っていただいて、はい、であの最初前やっちゃうと前つきすぎちゃうんで、はい、最初にアタックしたところが一番つくんですよ。はい、なので耳から後ろをまずシャンプーしてください。はい、10秒ぐらい、はい、20秒かで前、あとそこでまだ手に残ってるワックスがあるので、それで前に持ってくる感じが一番理想です。はい、で乾かすときにやっぱここが根元からもうぐるって癖が出ちゃってるので、前に向かって乾かした方がいいと思います。はい、とは自然になるようなので大丈夫だと思います。やり方は特にないです。首変えてないの。あ、全然大丈夫。写真撮ってきた。あ、全然、どうぞ、ぜひぜひ。